マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはこれ以上体脂肪は増やしたくない、でもなかなか運動も続かないし体重を落とせないな、なんてことないですか？そこでこの動画では体脂肪を落とす簡単な方法がわかるんです。特に気になるお腹周りからすっきり綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。体脂肪を落とす飲み物3選お話ししていきます。動画の流れはこちらです。1つ目、なぜ飲むと痩せるんでしょうか。2つ目、体脂肪を落とす飲み物3選1つずつお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこの飲み物を飲むと体脂肪が落ちて痩せることができるんでしょうか。その痩せるポイントがこちら2つあります。1つ目はこの飲み物を飲まれますとあなたの腸内環境が整います。でこれすごくねダイエットにはもう不可欠なものなんですね。なぜかというとあなたがいくら、食事制限頑張ったとしてもきつい運動頑張ったとしてもなかなか痩せなかったり、またすぐにリバウンド、こういったね負のスパイラル入ってしまう方はもう往々にして腸内環境が悪いんです、なので逆に言えばね、この腸内環境が整えばあなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。ですから大事なのはあなたの腸内でね痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やしてあげて元気になってもらって、いつまでも腸内でね、ここ気持ちがいいってやっぱり住み着いてもらう必要があるわけです。その時に必要なやはりポイントっていうのがあるんですけれども、そこを補ってくれるのが今からお伝えする飲み物たちになるんですね。そして2つ目、この飲み物はですねまずは脂肪の吸収を抑えてくれますし、しかもそこから溜め込んだ脂肪をね燃やしてくれる効果も高い飲み物ですから、こういったね2つの作用を利用して上手にやはり取り入れることであなたはねこの2つの効果をゲットすることができますから、自然と痩せ体質が生まれ変わってどんどん溜め込んだ脂肪を落としていく、そしてこれ以上増やさないっていうねこういった状態を作っていくことができるんです。ではここから2つ目の項目です。溜め込んだしまった脂肪を落としてくれたり、それ以上を溜め込まないようにしてくれる作用がある飲み物、3つ今からお話しますね。まず1つ目はこちら、プーワール茶になります。あ、聞いたことあるとかね、プーワール茶の単品じゃなくてもいろんなこうブレンド茶にプーワール茶って入ってるなとか見かけた方がいらっしゃるかもしれませんよね、私もあります。で今回はですね、その一つ特化したこのプーアル茶になるんですけれども、プーアル茶ってそもそもですね緑茶がベースなんですね。緑茶を黒麹菌で発酵させたものがこのプーアル茶になります。なのでこの発酵する過程でね出てくる成分のところにその脂肪の吸収をねグッと抑えてくれる効果があるのがこのプーアル茶なんですよ。ということは例えばあなたがねお付き合いとか、どうしても脂っこいものをご家族に合わせて食べてしまうとかないですか、そんな時にはですねこのプーアル茶を食中お食事中に飲まれますと、そう溜め込んでしまいそうなるその脂肪をねグッと吸収を抑えてくれる効果が高いですから、特にこのプーアル茶を飲む時はね脂っこいもの脂物をどうしてもね食べるっていう時にねセットで飲まれるとおすすめです。でしかもねとってもこれ利尿作用がね強いんですね。なのでもうどんどん悪いもの老廃物ですを体内からこうデトックスしたいなっていう方はこのプーアル茶めちゃくちゃおすすめです。で逆に利尿作用が強いのであんまり飲みすぎるとですねおトイレが止まらなくなってしまいますから、特に出先ではねあまり飲みすぎないように注意されると安心して飲んでいただけると思います。ではここから2つ目の飲み物紹介します。途中茶になります。こちらももうメジャーですよね。途中茶そんなにねどこに行ってもこうやって手に入らないみたいなものではないと思いますが、お近くのスーパーとかお店で途中茶見つけてみてください。で途中茶も脂肪吸収の、抑える効果もあるし、プラス中性脂肪をね減らしてくれる効果が高いのがこの途中茶ですから、いかがですか。例えば健康診断に行ったでね、先生から「い
やちょっと中性脂肪値が高くなってますよって言われた方はこの途中茶ぜひ取り組んでみてくださいね。でまたコレステロールも抑えてくれる効果もありますし、先ほどのプーアル茶と違ってこれノンカフェインのお茶ですから安心ですね。夜飲んでも目が冴えることもないですし、そもそもノンカフェインのお茶っていうのはすごく腸に優しいんですね。ですからこれは腸がまあその悪い方には特におすすめのお茶になります。ではラストの一つはこちらです。ルイボスティーになります。私もほんとこのねルイボスティー大好きで、まあ、特にねプアルチャーの時もそうでしたが、こう脂っこい食事をする時にはやっぱりこれセーと飲むことも多いですし、まあ、ちょっとプチファスティングの時にも水分補給で使うよくお茶の一つがこのルイボスティーになります。まあ、ノンカフェインですしね、最初のプアルチャーはちょっとカフェインが微量ですが入ってますから飲みすぎには注意なんですけども、ルイボスティーはノンカフェインティーです。でこのまたルイボスティーが脂肪をガンガン燃やしてくれる効果が高いお茶の一つなんですよね。でまた腸内環境を整えてくれるあの酵素、まあ、要は善玉菌が増えるようなね作用があるのがこのルイボスティーなんですよ。なのでちょっとこう空腹時間空いた時に入れるお茶っていうことに関してはやっぱすごく最適なお茶になります。でまたね私たち女性にとってとっても嬉しい鉄分が取れちゃうんですよ。食事からも大事ですが、なかなかお食事だけではね鉄分って取れないと思うんですよね。その時にこのルイボスティー飲むことで植物性の非ヘム鉄が取れますから、ぜひね鉄分不足の方とか私たち女性はねどうしても鉄分不足になりますから、そういったところからも補っていくことで痩せ体質に生まれ変わることができます。そしてこのお茶もデトックス効果が高いんですよね。なので、まあ、ちょうど滞ってるなとかむくんでるなとか老廃物溜まってねなんかこう巡りが悪い時あるじゃないですか。そういう時はしっかりとこのルイボスティー飲んでみてくださいね。では今お伝えしました飲み物3つ3選ありましたね。この痩せる具体的な飲み方と注意点お伝えして終わっていきます。まずはこの3つ飲み物ダイエット効果が高いです。ただし飲みすぎてはいけません。だいたい1日にねコップ1、2杯程度で十分です。でそれ以外はやはりですね天然水おすすめです。天然水、常温かもしくは左右ですよね。そういった形でやはり巡るためにはお水が一番なんですね。ただしこういった、まあ、脂肪燃焼効果であったり脂肪の吸収を抑えてくれるようなこういったお茶も取り入れることでやはりさらにねダイエット効果を高めることができますから、ぜひ量を守りながら上手にお水とバランスをとってみてくださいね。そしてここでもう一つ注意点です。痩せたいなら飲み物はホットです。これ絶対冷たいもの飲んじゃダメですね。なぜかというと腸お腹が冷えてしまうと代謝が落ちます。そうするとどんどん太っちゃいます。ですから痩せたいなら冷たいものは飲まないことです。その代わりにホット、まあ、せめて常温で抑えるっていうねそういった形で目標体重に行くまでね取り組んでみてください。で達成した後もやっぱり冷たいものはお勧めできません。今回の動画の内容は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。